これさ、大丈夫？このいきなり始まるやん。音楽的には大丈夫かな？ちょっと待って、音楽なしにしよっか。はい、ということでやっていきたいと思います。パラダイスゲート、パラダイスにようこそ。ブラッドクリスタル右、ブラッドクリスタル、道ないぜこれ。お前どうやって来たのここ。なんかそこピコピコ行ってんのと、とりあえずまあ車の上のとこ、まあ、こっちやるか。電子ロックがかかっている、電源を見つけないと。うん、しょうがない。電話、はい。あ、セーブする。なんだこの島は。はい。公衆電話がセーブポイントなのね。しょうがねえな、ペラペラの人に話すか。はい。リディア、ずいぶんと久しぶりに。あ、知り合いか。なんだ。戻ってきて嬉しいよ、ラブ。リディア・デイ・ブレイク。あなたは最も古い友人。美しき亡霊の年。1001年にケニアのムワナの滝で生まれた。滝で生まれた滝で生まれた。シンジケートの私森としてメンバーを新しい島に移送する責務を担っている。美しき亡霊を崇拝する面白みのない幼少時代を過ごした後、10代の時に軍隊に入隊。宇宙で生まれた3体の怪物から神殿の見物群を見事に守り抜いてタイタンキラーとして有名になった。ちょっと情報量が多すぎるんだよな。リディアはサム・デイ・ブレイクと出会って暗殺の世界から引退し、暗殺の世界にいた、今初めて出てきたけど、一緒にシンジケートに加盟するために逃亡。話が飛びすぎとる。ありがとう、スターライト。スターライトの基本講座ね。300万日追放されてたのよ。記憶を刺激する必要があると思われるのも当然よ。私は何を見逃したのかしら？ひどい話だよ。いない間に何が起きたのってことか。ひどい話だよ、ラブ。昨日の夜は本当大変だったんだから。次の島が生まれた直後に議員が暗殺されちゃったのよ。噂によると犯人が議事堂に侵入してナイフで議員を殺したんだって。つまりなんか、島が定期的に新しいのがポコ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 生まれてるのね。で、次の島は成功するといいねみたいな感じだったら、だったんだけど、いきなり議員が、なんか偉い人が殺されたと。なんでだ？そういう感じで。あなたは大丈夫なの？議員が殺されただけでしょ。この人関係ないやろ、レディ。混乱しちゃってるよ、ラブ。こんなひどい事件は初めてで、島には捜査官が必要だよ。ラブは追放されるべきじゃなかったんだ。私たちにはラブが必要だったんだよ。そう。そっか。やっぱラブは必要だよな。世界平和、ラブ。ハンジにラブを連れてこいって言われている。あなたがやったの？久々に会った友人に、あなたがやったの？やばいだろ。まあちょっと、行きましょう。それじゃあハンジに会いに行きましょう。これちょっとさ、今気づいたんだけど、この足ちょっと若干太い。まあいいか。
出発する前に一つだけ言っとくね。必要なら私が島中を回らせて乗せて回ってあげる。歩く手間を省けるでしょ。送迎が必要な時は私に電話して。島の終焉で電話は停止されているから。ああね、あ、島がやべえから今電話止まってっから起動し直さなきゃいけないんだ。うんね、ラブのためにこの電話は起動しておいたよ。ここに戻ってくる必要ができた時のためにね。それじゃあ私森の出番だね。ラブドライブの時間だよ。ラブドライブの時間だよ。そっか、そういうことね。なかなか話が難しいじゃない、ガバガバのせいで。シートベルトをつけてね、ラブ。追放生活はどうだった？最高よ。300万日があっという間に過ぎ去っただけよ。元気出してラブ。今は島に戻ったんだから仕事に戻ったんだよ。300万日だったらもう仕事も何も忘れてるだろ。人じゃないのかな。300万日って8219年何聞かれてるのか分かんなかったわ。え、はい。真実が見つかるかは私次第ね。これでもなんか電脳世界な話っぽいよな。真実か、これかな。犯罪者を捕まえる犯罪者？ん？あー、なんか主人公はなんか犯罪者扱いだったのね。なんか多分気に入らないことを、誰かの気に入らないことをして犯罪者扱いにされて追放されてたんだ。で、多分なんか捜査官だって言うんだから、なんか偉い人の暴いちゃいけない何かを暴こうとして犯罪者として送還された。こんな感じかな。さっきの犯罪者が犯罪者を裁くのかいって暴くのかいって言われてイラッとするか後悔するか。イラッも別に、まあ、別にそこまでや。誰でも過ちは犯すものよ、リディア。落ち着いてってば。ラブは確かにヘマをやらかしたかもだけど。あ、なんかヘマをやらかしたのね。私は分かってる。うん、ラブが全部悪いわけじゃないと思うんだ。神に騙されてシンジケートメンバーを皆殺しにする陰謀を企てさせちゃったけど大したことじゃないわよ。え？シンジケートってなんか所属してる組織かなんかだよね。おお、皆殺しにする陰謀を企てたの。そりゃ追放どころか殺されるやろ。そりゃ、いや大したことだと思うけどね。私たちにとってはラブ以外に捜査官はいないし。あ、悪い意味じゃないよ。どう、わからん。わかってるわよ。ところで、あなたの香水素敵な香りね。そう、ありがとう。フルーティーな香りでしょ。特注のスペシャルブレンドなんだ。いい香りだわ。次の島では私もぜひ欲しいわね。ごめんラブ、このブレンドは私だけの秘密のレシピなんだ。もうすぐ着くよ。ハンジと話してきなよ。私に会いたくなったら、鳩場にいるから。この特殊な香水の匂いっていうのが、なんか事件に関係するのかな。むむ、この匂いは。リディアが犯人？まさか。そんな感じ？操作するのは本当に久しぶりだわ。操作への情熱を取り戻したんだ。失ってもいないわ。私は操作するために生まれてきたのよ。その調子よ、ラブ。